どうも、りょうくんです。今日は僕が使っているダウンジャケットを紹介します。モンベルのパーマフロストライトダウンパーカーです。買ったのは2017年の10月にモンベルショップ、お店の方に行って購入しました。実はその冬にエダッチがマムートのすっげーかっこいいおしゃれなダウンを着てて、もうそれ見て本当待ち着のダウンが欲しいなと思ってちょうど探してたのが理由です。まずこのシルエットがシャープで、この試着をした時にもう自分で言うのもなんですけど、これ見た目変わったなって。で、僕若干ふくよかなんですけど、でこれ着ることによってもうシュッとしたスタイルになりまして、もうこれはとにかくかっこいい。これウィンドストッパーがついてますから風を防いでくれます。小雨程度なら水を弾いてくれる防滴性、そしてチャックは止水ジッパーですのでジッパーからの雨の侵入はありません。一番すごいと思う透湿性です。蒸れを放出してくれるため常にダウンの中をドライに保ってくれます。これを実感したのは、僕よくスノーボードに行くんです。その時1台の車でみんなで乗り合って行くんですけど、やっぱ暖房結構みんなかけるんですね、弾丸に。で、他の周りの人は、上着を脱いだり、ダウン脱いだり、いろいろやってるんですけど、僕全然ね、これね、脱がないんですよ。もう乗ってから降りるまでこうずっと着てられるんですよ。そのぐらい多分この中を常にドライに、でそして濡れは全部放出してくれてるんだと。この機能をね、これ体感して、これ山で使わないのはもったいないということでね、このダウン山でも使います。いろんな山にね、これで、ね、今から行けることをね、これ楽しみしてますよ。以上、モンベルのパーマフロストライトダウンパーカーでした。この動画を見ていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の山道具で会いましょう。希望の光。